で、まあ、カズヤのパワークラッシュのダメージをもし、食らっても生きていれば後出しのラースのパワークラッシュは勝ったんだと思います。そうですね、まあ、体力的に少なかったのでそのまま KO されてしまう。自分でダメージも食らうけどもそれに凌駕するパワーを相手にぶつけると。そうです、アーマー技は、まあ、パワークラッシュはレイジーアーツはまだ難しいって分かんないですけど、パワークラッシュの方はパッと見ても皆さんいろんな技、明らかに発生が違う技とかもあるので、そうですね、キャラクターの個性が出てそうですね。相手の技を勉強するやっぱり理由も増えてきましたね、このおかげで。ファイト。下段は無理っぽいですね、現状見てる感じでは。キエフ頑張ってますね。やっぱちょっと画面が違うとやりにくいんでしょうかね。はい、山下も上手いですからね、しっかりしたプレイヤーですね、これ。KO Final Round Fight。飛炎の治療判定、カズヤ今日の夕ご飯お前の好きなキエフだよ。いやいや、ご飯でも何でもねえよ。ホントだよ。 KO